えどうも、マスンでございます。えー、本日はですね、まあ、ちょっと、今回、パワーポイントを作ってみました。あのー、20分ぐらいで作った出来栄えなんで、全然大したことはないんですけれども、まあ、ちょっと今回はね、そんな感じで、このパワーポイントを使ってですね、えぇ、ー、戦前予想やってみようかなと思って、ちょっと作ってみました。えー、ボクシングの、え、工業ですね。えー、石川立川ジムの、まあおそらく工業だと思うんですけれども、 えー、メインイベントがですね、えー、斉藤慎之介選手対、えー、イケメン厚石選手ですね。まあ、イケメン厚石選手は三谷山和ジム選手ですけれども、えーまあ、この、えー、こういうようのメインイベント、まあ、この試合をですね、まあ、戦前予想やっていこうかなと思います。まあ、今まではね、あのー、百均のね、チャッチーホワイトボードでですね、書いてたんですけど、今回はちょっと、ね、文明の力をね、使って少しバージョンアップしていきましたんで、 えー、見ていこうかなと思います。ちょっとね、使い方がね、えー、よく分かってないんで、あ、出、出ましたね。はい。じゃあ、えー、メインイベント、62kg 級、8回戦ですね。斎、えー、藤慎之介選手対池村敦選手ということで、まあ、この試合のね、戦前予想をやっていこうかなと思います。まず、斎、えー、藤慎之介選手なんですけれども、こちら石川立川所属で、通算戦績は13戦、9勝4敗 2KO で18、181センチの28歳。 えー、私と同い年ですね。まあ、誕生日は来てないんでね。まあ、今年29歳っぽいですけど。で現在、日本ライト級7位。2019年、全日本ライト級新人を獲得してます。ということですね、まあ。これがまあ結構大きいですね。やっぱ新人を取ってるっていうところで。で、2020年のね、まあ、その次の年の、まあ、新人を取った、まあ、浦川選手、定チームの強い選手なんですけど、この選手にもね、4回戦の時に、えー、勝っているっていうような選手ですね。まあ、特徴としては、 やっぱ181センチ。まあ、長身ですね。まあ、ライト級の中でもやっぱでかい方ですね。長身で、やっぱこの距離の使い方というか、まあ、空間の使い方が非常にうまいですよね。で、ストレート、アッパー、オーバーハント。ま、あと左フックですかね。ほんとね、いろんなパンチ打ってくるんですよ。まあ、アッパーもね、右左打ってきますから、まあ、なかなか試合中にアッパーを打てる選手ってね、少ないんですけれども、これはね、やっぱうまいですよね。すごい。やっぱ、な、日本ランカーだけあるなっていうような感じですね。本当にうまい選手です。そして、 ええー、まあ、スウェーバックとかカウンター。ね。この辺もうまいですね。あんまりブロックしない選手ですね。なんでガードはまあ、最近はね、右のガード結構上がってますけど、昔はですね、もう左のガードをダラッと下げてですね、えー、フリッカー気味にジャブを打つタイプの選手だったんですけど、まあ、最近はね、多少はこうガード上がってますけど、ただガチガチに固めてるタイプではないですね。で、スタミナがあるんですね。この選手はすごいスタミナがある。8ラウンド終盤までしっかりバシバシ打っていくんで、 で、やっぱ終盤になるとね、疲れてくるんで、接近戦になるんですけど、やっぱその接近戦の時のアッパーですね。これ非常にうまい。で、フック。で、カウンターの右ストレートでダウンバッタリしますから。まあ、非常に上座選手ですね。そして、イケメンアツ選手ですね。三谷大和スポーツジムですね。通算戦績は17戦7勝8敗に分け、ネーマンに KO ということで。まあ、ちょっとね、えー、最近4連敗してまして、 ちょっと負け越している選手なんですけれども、まあ、173センチの32歳。で、まあ、8回戦の時きに、まあ、ジロリアン・リク選手だったり、橋川慎之介選手に、まあ、敗れているという選手なんですけれども、まあ、ただやっぱ最近はね、本当に強敵相手、まあ、しょうがないんですけどね、やっぱ8回戦になると、もう強い選手しかいないですから、はいまあ、そんな中で、まあ、ジロリアン・リク選手とか、長谷川慎之介選手とか、そういう強い選手に、まあ、敗れているということになりますね。 ただまあ8回戦でね、まあ、2回勝利してますんで、やっぱりその辺は、うん、えー、すごい評価される選手なんじゃないかなと思いますね。ただですね、ちょっと1点何点がありまして、まあ、62kg での試合はまあ初めてなんですね。まあ、ライト級での試合はありますけれども、ライト級も確か1試合ぐらいだったかな。まあ、基本的にはスーパーフェザーで戦っていた選手なんですけれども、まあこの選手は、まあ、 ライト級よりもさらに重い 62kg での試合ということになりますね。まあ、この選手はです、ね、どちら斉藤選手と違って、どちらかといえば、ガードをしっかり上げてで、接近戦、頭を振りながら接近戦ですね。でそれから、やっぱこの、まあ、ピンチといいますか、木、ま、村、あ、選手は、まああのねこの、私が言うのもなんですけれども、やっぱりそこまで打たれ強いタイプではないんですよね。なので、ちょっとこう、 いいパンチが入って、ぐらついたところからやっぱ粘りますよね。かなり粘ってきますね。<laughs> 頭をですね、もう振って、振って、もう振りまくって、もう確実に、あ、このラウンドは捨てに来てるなっていう。もうこのラウンド捨てて、次のラウンドへっていう。もうその、要はピンチからの粘りですよね。これが非常にやっぱり、ええー、いい選手ですね。もう本当になんか叩き上げって、もうザー叩き上げるみたいなね。 そういう選手ですね。で、まあ、そっからのこの、まあ、左フックであったりだとか、まあ、右のオーバーハンドですよね。打ってくるんで、その辺はね、えー、注意する、えー、点かなというふうに思います。で、まあ、戦前予想なんですけれども、まあ、これはね、やっぱ斉藤選手のやっぱ勝利予想ですね。で、まあ、うーん、まあ、斎藤選手はですね、まあ、KO 率が低いんですけれども、今回は KO 決着の予想ですね。まあ、前回の試合もですね、 7ラウンドだったかな ?2 ダウン奪ってますし。まあ、そんな感じで,ですね。もう近年ですね。やっぱパンチ力もかなり上がってますし。やっぱこの終盤での、終盤でのその接近戦がもうなんか最近めっちゃ上手くなってるんですよね。えー、昔はですね、もう4回戦、まあ、新人王の時ですよね。4回戦ぐらいの時はですね、もう本当にあの、左のガード下げて、距離取って、空間作って、自分の距離で戦うって感じだったんですけれども、最近はもうバシバシもガンガン前に、 もう下がんないんですよね。あんまり終盤で。序盤はね、結構足使ったりするんですけれども、疲れてきた時の、もうあの無理やりねじ込む感が、やっぱすごいんで、これは斉藤選手 KO、行くんじゃないかな、というふうに思います。で、いや、いやはりですね、イケメンア選手はですね、ちょっともう初めて、62キロ。62キロの、やっぱ、スーパーフェザーは58.9なんで、約59キロですよね。そこから3キロ上がりますから、 階階級級以上重たいいでで、の試合っていうことになるんでやっぱり、パンチ力が多分ビビると思うんですよね。うんだっそこでちょっと、斉藤選手を超えてくるのは難しいんじゃないかなと思いますね。ただね、日本ランク7位、これ勝てばですね、一気に日本ランク6位とか5位とかにね、上がれる可能性十分にありますんで、これはね、ビッグチャンスですね。 で、やっぱこう、接近戦の時でもですね、斎藤選手そこまでガチガチにカードを固めるわけじゃないんで、そこでね、オーバーハンドが当たればわからないぞというような感じでですね、まあ斎藤選手を攻略できるかということだと思いますね。というのがまあ私の、えー、戦前戦すになります。ということで今回はですね、パワーポイントを使って、えー、戦前をやっていましたけれども、いかがでしたでしょうか ちょっとこれのですね、再生数の伸び率によってですね、私はこれからパワーポイントを使うかですね、顔出しやるかね、どっちにしようかなみたいな感じなんで、えー、ぜひね、まあ、再生数の方を注目してみようかなと思います。えー、ということで本日は以上になります。じゃあまたよろしくお願いします。じゃあねー。